ところまで鋼鉄に武装する乙女悪を蹴散らして正義を示すのだ走れ高速の帝国歌劇団うなれ衝撃の帝国歌劇団走れ高速の帝国歌劇団うなれ衝撃の帝国歌劇団時は大正12年文明開化の足音高く目まぐるしくその姿を変え続ける帝都東京うつきに晴れる暖かな日差しに包まれ心も軽く平和を歌うは歌劇団花の銀座の目抜き通りにそびえ立ちる大帝国劇場舞台を眺める観客に不安を誘う闇一つ父の形見の霊剣胸に都に立つるる乙女の姿上野の空に舞い散る花の影に潜むは黒の巣か民の悲鳴かき分け魔装騎兵を人たちに帝都の平和を守るためいざ立て帝国歌劇団悪は漆黒義は桜大正桜にロマンの嵐皆さんこんにちは帝国歌劇団花組新宮寺さくらです今日は私が進行役となって皆さんをご案内いたしますここにいるのは帝国歌劇団花組の隊員隊長以下7名全員の顔と名前は皆さんもご存知ですよねみんな個性たっぷりで一癖も二癖もある人ばっかりですそんな花組の隊員たちと元海軍大神一郎少尉の波乱万丈の物語桜大戦の一部始終を余すところなく大紹介普通ではなかなか見ることができないあんなシーンやこんなシーンもありますから最後までしっかり見ていてくださいねそれでは始まり始まり桜大戦ではプレイヤーのあなたが大神一郎少尉となって花組の隊員たちを率いクロノス海に立ち向かいますもちろんその間に起こる出来事は戦いだけではありません時には女優として時には秘密部隊として活躍する私たちも普段は普通の女の子なんですですから大神さん隊長として男としてちゃんと私たちを支えてくれないと今画面に出ているのはリップス物語の中で様々に移りゆく状況に隊長として一人の男として大神さんがどう選択するのかそれによって戦いが楽になるかそれとも苦しくなるか全ては大神さんにかかっているんです言葉には出せない私たちの心ちゃんと分かってくださいね信頼度は戦闘中にも変わりますそれはかばうというコマンド敵に攻撃を仕掛けられた時大神さんが身を投げ出して守ってくれるその時にかばってもらった隊員は大神さんに対する信頼度が一気に上がりますリップス分岐とかばうを上手に使うと戦闘もそして私たちとの関係も全部うまくいくかもしれませんが乗り込む後部をはじめ桜大戦に登場する人型蒸気を紹介します
私たちが乗り込む後部、人部の性能を紹介します。まずは基本性能。セイフ！そして人部の必殺技、気合がいっぱい出なければ使えません。ローコメ飛脚怪盗ランマWe'll be right back.
風神流鳳凰の舞。でのみ使える合体攻撃です。大神さんとパートナーとの気合がいっぱいでなければ使えません。明日を導く光、今その光を大いなる力に変えて、覇者剣聖オーカランブに揺れるは乙女の心、腕につかむは帝都の未来、あなたと君の情熱よここに赤熱放線か。マリア、隊長、ザラティ・バドーターのストーリーとシミュレーションパートのポイントを紹介。映像にはミニゲームや珍しいシーンも入っていますよ。
時は大正12年、秘密部隊帝国歌劇団に配属された元海軍大神一郎少尉。帝都の平和を守るため志も高く上野へと向かいましたが、そこへ迎えに来たのはなんと私、新宮寺さくら。帝国歌劇団花組アイリスです。ところでどこへ行っても女の子ばかりの秘密基地、大帝国劇場と伝説の大戦略家だったはずの酔いどれ長官。戦いばかりの殺伐とした日々を想像していた大神さんは、なぜか切符のもぎりなんて仕事をやらされて、次第に不安になっていきます。これから一体どうなっていくんでしょう。ついに敵の来襲です。戦闘の舞台は上野公園。ここではクロノスカイ四天王の一人黒鬼サタンを倒すことが目的。しかしまだ敵の強さもそれほどではありません。まずは量子甲冑後部の操作と隊員の指揮の仕方を覚えてくださいね。いずれ決着をつけよう。あの大帝国爆音とともに現れたチャイナドレスの女の子、花屋敷支部から転属になった発明大好きの中国娘コーランです。ここまで乗ってきたお気に入りの蒸気バイクが爆発してしまったんですって。やあ寝たった、誰か助けて、早く溺れちゃうわ、ここよ助けて、早く誰か助けて。さらには謎の美人まで現れ、今日も帝劇は大騒ぎ。大神さんも気の休まる時がなさそうです。的の門は見えたり。そこまでや。帝国歌劇団参上。突如芝公園に現れたクロノスカイは謎の機械を帝都タワーの元に埋めてしまいます。この戦闘の相手はクロノスカイ首領天海。操る魔装騎兵は和騎士ですが、霊力が強いためなかなかの手強さです。しかも最初に現れるのは影、偽物です。帝都タワーが破壊されてしまう前に本体を倒しましょう。沖縄から帰ってきた旧友カンナさんともあまり話が弾まないマリアさん、何か悩み事でもあるんでしょうか。六波星光魔人、心配している間もなく築地にクロノスカイが現れました。今回の相手はクロノスカイ四天王の一人青木刹那。狡猾な手段で私たちの行く手を阻もうとします。刹那が逃げてしまったため、
決着がつかないまま帝劇に戻ってきた花組。築地での戦闘の仕方について大神さんを責めていたマリアさん、一人で後部に乗って出て行ってしまったんです。刹那の罠にはまってしまったマリアさんを助けるために再び花組が出動します。刹那の機体は足が速いけど、ここは幸い障害物が多い地形です。追い詰めて総攻撃を仕掛けましょう。10歳の誕生日を迎えたアイリス。私たちと同じ10代になったことでちょっぴり気分は大人です。でも周りの人がそうは見てくれなくて。わあ、かわいい。大神さん頑張って。大神はん、複雑な年頃のアイリスはちょっとしたことで大きなショックを受けてしまいます。すごい力を持っているのに、まだその制御の仕方を知らないあの子が感情を暴走させてしまったら、テイトはどうなってしまうんでしょう。悪の組織クロノスカイ、今度は浅草浅草寺に現れます。もちろんすぐに倒さなければいけませんが、後部に乗って帝劇を飛び出してしまったアイリスも保護しなければいけません。アイリスを保護したらすぐに雷門をくぐり、四天王の一人白銀の羅刹を狙いましょう。廃屋にクロノスカイがいるという情報を入手した米田中将は、大神さんにスミレさんとカンナさんの3人で調査に行くことを命じます。いつも喧嘩ばっかりして、まさに犬猿の仲の2人を大神さんはうまくまとめることができるでしょうか。その調査の途中、カンナさんの嫌いなヘビやスミレさんの嫌いなクモが飛び出してきて、もう大騒ぎ。はてさてどうなることやら。オンキリキリバサラウンバット。地形の関係上、花組が二手に分かれてしまうこの戦闘の相手は、実は四天王紅の弥勒ではなく赤い脇地紅鉢隊です。蒸気河川に注意しながら全ての脇地を倒してしまいましょう。ここではスミレさんとカンナさん2つの合体攻撃ができます。信頼度を高くしておいて、大神さんが気力を貯めるのに専念しておけばそれほど苦戦しなくて済みそうです。全然効かないわよ。これで終わったと思うな。夏公演も終わった大帝国劇場、一息つけるかなと思いきや、カンナさんは迷子探しに、マリアさんは打ち上げのお料理作りにと大忙し。でも気分も軽く、みんな楽しそうです。コーランは自分の部屋に閉じこもってまた変な発明をしているみたい。打ち上げの準備も整い、さあこれからという時に雷様がやってきて、
私のおへそを。小娘ども、我らに逆ろうた愚かさを地獄で悔やむがよい。今度は大帝国劇場の地下に紅の弥勒が直接攻撃を仕掛けてきました。弥勒が従えている脇地も全て紅鉢隊。それに加えて私と大神さんを除いた機体は全て耐久力が少なくなってしまっていて、回復も各1回ずつしかできません。私との合体攻撃とアイリスの必殺技を上手に使って、なんとかこの局面を切り抜けてください。この戦闘は少し手こずりそうです。我らの理想が再び復活するのだ。クロノス界の仕掛けた六波星光魔人が発動してしまい、大震災に見舞われたケイト。その時のショックで私は昏睡状態に入ってしまいます。天界は金100億と米田中将の命を要求してきます。クロノス界に屈するわけにはいきません。大神さん、あなただけが頼りです。ついにクロノス界の本拠地へ突入した帝国歌劇団。ここには三つの脇地工場があります。脇地たちを倒しつつ、この脇地工場をすべて壊せば、いよいよ、天界との対決です。天界が操る魔装騎兵はアマテラス。一度倒した後も復活しますが、全員の力を出し切れば必ず勝てます。やっぱりクロノス界壊滅から3ヶ月。大神さん、今年の初詣は一体誰と行くんですか？とそこにクロノス界四天王の青いサタンが。真の黒幕は天界ではなくサタンだったのです。ここからは脇地ではなく、コウマが私たちの前に立ちはだかります。やりましたわ。初戦はかろうじて勝ちましたが、後部が限界を迎えてしまいました。脱出するや。新たな量子甲冑と、それを操れる体力と精神力が必要です。帝国歌劇団、参上。新たな量子甲冑神武が完成し、初の戦闘です。相手は黄昏の三騎士イノシシ。クロノス界の構成員は全員人間でしたが、黄昏の三騎士は上級コウマ。今までとは揚力が違います。しかしこちらの量子甲冑もパワーアップしています。慌てずイノシシを狙っていけばそれほど苦戦はしないはずです。次第に激しさが増すサタンたちとの戦い。だけどあやめさんの様子がおかしいんです。今度の敵は黄昏の三騎士鹿です。氷の揚力を操る上級コウマで、イノシシにも劣らず手強い相手です。しかし黄昏の三騎士は戦闘中の問いかけに対する大神さんの返答次第でその力が変わります。相手の性格をよく読んでうまく弱らせてやりましょう。鹿との戦闘が終わった後、あやめさんが大事な魔人機を奪ってサタンの元へ行ってしまいました。魔人機を奪われてしまうと聖魔城が復活し、量子法によってテートが一瞬のうちに滅ぼされてしまいます。出てきたわね、坊や。ここではあやめさんをライバルと思い込んでいる黄昏の三騎士チョウが戦闘の相手となります。
注意しなければならないのは電撃刀。蝶の持つ雷の揚力によって広い範囲にものすごい破壊力の電撃を放ってきます。聖魔女を攻撃に際して将棋丸から砲撃を仕掛けますが、全く歯が立ちません。ここで登場するのが空中戦艦ミカサ。甲板上の市民の避難完了しました。最終安全装置解除、発進準備完了。よし、メインエンジン始動。帝都全域に緊急警報を発令。空中戦艦ミカサ発進。ミカサによる上空からの援護を受け、神部に乗り込み聖魔城に突入する花組。空中戦艦ミカサが本当に完成していたなんて。花組は復活した黄昏の三騎士によって次々と隊員を失ってしまいます。覇者剣聖百花繚乱。神の脅威カムイ。貴様ら人間の罪を償え。飛行状態を維持できません。戦いもいよいよ大詰め。米田中将は自らミカサの舵を取り、聖魔城への特攻を仕掛けます。さあ、大神さんをはじめとする帝国歌劇団の運命やいかに。これで終わりだ。桜大戦本編をクリアすると帝劇の長い一日というおまけモードが遊べるようになっています。ムービーや BGM、 ブロマイド、そしてミニゲーム、クイズなど内容は盛りだくさん。甲板上の市民の避難完了しました。最終安全装置解除、発進準備完了。全然ダメだよ。
なんて失礼じゃありませんこと。すみません。まったく、これだから田舎臭い人は嫌ですわ。そやてお下品で。さあもう一度初めから行くわよ。ほらごめん遊ばせ。このガキ。あら怪我したの？あのおかしな子ね。こんにちは、新宮寺桜役の横山ちさです。今日は桜大戦を作りましたレッドカンパニーさんにお邪魔しています。総合プロデューサーを務められました広井王子さんをお呼びしていますので、早速インタビューをしてみたいと思います。広井さん、よろしくお願いします。どうも、おはようございます。眠いんだよね、もうね。レッドさんのコーヒー美味しいです。あ、そうですか、どうもありがとうございます。どうもどうも、ご無沙汰してます。あの大ヒットおめでとうございます。改めてこうやって言うのも変です ね、 そうですね、なんだかね。手洗わないでこう。そんなファンみたいなことをやめてください。あ、そうね、そこプロデューサーさんなんですから。いかがでしたか、桜大戦大ヒットの感想は。一番嬉しいのはでもあのお客さんがね、みんなニコニコして、よかったよかったって言ってくれるのが一番嬉しくて、それが次作るエネルギーになるというか ね、はあ、なるほどね。そういうふうには思いますけどね、はい、桜大戦は音楽も大好評で評判になりましたけれども、音楽が一番最初だったですよね。そうだね、音楽一番最初に作っちゃったね、うんうん、私もさくらに関わったのはレコーディングが一番最初でした。そうだね、もう2年ぐらい前なの。普通セリフを入れる前にそのキャラクターのイメージで歌を歌うっていうことはまずないんですけど、うん、だから戸惑った反面、ただセリフを入れる時にはもう歌を歌ってたので、そのさくら大戦の人間関係もよく分かっていましたし、うん、どういう作品にしたいのかなっていうのも分かっていましたので、うん、かえってやりやすかったですけれど。そうか、それはね、きっとあの制作しているスタッフの中でもそういう意見が多くて、最初にこう歌があって、うん、で歌をこう聞きながらゲームを作っていったみたいなところがあってね、そこはちょっと今までのゲームの作り方と違ってて、自分の中でも、ええ、面白い制作エピソードなどありましたでしょうか。制作エピソードね、うん、制作やってるとトラブルだらけだからね。なかなか笑えるものではないですよね。笑えるもんではないね。うん、面白かったのは、今までのいろんなゲーム僕も関わってきて、いろんな制作に関わってきたけども、うんうん、あの笑いながら倒れてる人たちが多かったよね。笑いながら倒れるっていうのは、あの体は疲れてるんだけど頭は楽しいんです。そうそうそう、で楽しいことやってることは確かなんです。それは辛いのかな、面白いのかな、どっちなのかな。そうなんだよ、辛かったんでしょうね。辛かっただろうね。プロデューサーとして考えるヒットの要因というのは何ですか。いや、信じることしかないんじゃないの、みんなを。うん、スタッフが作るんだもんね、うん、スタッフ信じられなかったらもう終わりだよね、プロデューサーですよね。かっこいい。いや、もうさ、だってスタッフをさ、例えば赤堀先生とか藤島先生とか、うん、あと
ね、メインスタッフプログラマーさんとかグラフィックデザイナーさんとかみんな決まったわけじゃないですか。でこれでその行くしかないわけですよね。で自分が信じてそれを組み上げたんだから、ね、じゃあ最後になりますが、はい、ファンの皆さんへのメッセージをお願いします。あの花組の女の子たちっていうのは、はい、本当にあのこう僕たちが作り出したもんだけども、もう一人歩きをしていくもんだから、うん、でこれから支えてくれるのはファンの皆さんだと思うんで、ぜひ、いろいろあの花組の女の子たちを応援してあげてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。いえ、今日どうもありがとうございました。あの私からのメッセージとしてはですね、はい、今のひろいさんのお話を受けまして、ひろいさんが生みの親ならばみんなは育ての親になってくださいねと。うまい締め、そういうことですね。うまい締めだね。ひろい社長、立派に育ててくださいね、うん、もう大人だけどさみたいな、ね、そんな感じですかね。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。